しかし、私の身分など関係なしに、個人的な立場からあなたにあるお話をさせてください。はい、神里様、拝聴いたします。ご存知の通り、神里家には極めて困難な時期がありました。かつて、私ども一族は過ちを犯しています。父上はその償いと家名を回復させるために奔走し、その多忙さゆえに創生しました。父上を心から愛していた母上も、追うように亡くなっています。突然の出来事に、シャブ業に走った激震は計り知れません。内部の者たちは、それはもう騒然としていました。神里家の力は失墜。周りの者たちは、残された私と妹を邪魔な存在だと思ったでしょう。今となってはいささか信じがたい話に聞こえますが、確かにこれが当時のシャブ業の実情でした。なんだか今の勘定奉行と少し似てるな。あの時の私は現状を受け入れるほか道はなく、誹謗や搾取に耐えながら強力な後ろ盾を探しました。私に他の選択肢などなかったのです。両親の意志を継ぎ、幼い妹を守らなければなりませんでしたからね。自分がどうなろうと構いませんでした。ただ家族を、大切な家族だけは他人に踏みにじられるわけにはいかなかった。幸い私の努力は報われ、没落寸前であった神里家を立て直すことができました。